はい、皆さんこんにちは。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 また、はい、出演させていただきました。ありがとうございます。またうっち出てきました。またまた登場ということで。よろしくお願いします。前回はゼクシーを持ってきていただきましたけど、ね、はい、今回もぜひご紹介したい、はい、クラブがございまして、はい、キャスコの UFO Air DD、はい、UFO Air DD前作 DD っていうドライバーが、はい、まあ、出てたんですけれども、うん、そちらの進化版、これまたすごい形してますね。癖強いね。癖強いですね。分かりやすい方でいくと短尺ドライバー、なるほど、ですね。短い、まあ、でもなんか世間的なイメージで、まあそれは飛距離よりも精度欲しい人が使いたいと、だからまあ一般的なドライバーでちょっと飛距離落ちるけどまっすぐ打てるんじゃないかっていうクラブ以上ですじゃない、うん、まあおっしゃる通り何も間違ってはないんですけど、はい、じゃあちなみに使われますか。いや、まだ踏み込んだことはない。それってなんでなんですかね。いいの分かってるじゃないですか。当然まっすぐ行ってそうです、ね、フェアウェイから2打目が打てる、グリも狙いやすい、はい、メリットしかないと思うんですけど、うん、標準ぐらいの 45.5 で、まあ、練習して頑張ろうかなっていう感じ。なるほど。あ、まあ、長尺に慣れていこうっていう、うん、一般サイズに慣れていこうっていう、はい、まあまあ確かにそれもあながち間違いではないと思うんですけど、うんうんうん、でもスコアを出すゴルフを楽しむっていう意味でいくとめちゃくちゃいいと思うんですよね。これ例えばなんですけど、はい、純正シャフトで 43.5 インチ、通常よりも約2インチほど短い仕様になってるんですけど、うんうん、アイアンに置き換えたとしたら、はい、何番ぐらい差があると思います。2インチ結構はね。結構です。実は5番アイアンと9番アイアンぐらい。そんな違うん。違います。5と9ですか。精神状態全く違うで、ね、ショートホールの時にどっち持ったら乗りやすいか、ワンピン乗せたのかかね、OB したくないか全然ちゃうね。ですよね。あ、確かに、うん、短尺っていいと思いながらも明確なイメージって多分持ってない方って多いと思うんですけど、そうですね、こう置き換えると買った方がいいってなると思うんですよ。実際プロって45インチ以上使ってるプロってあんまりいない。え、そうなんですか。そうか、44.75 とか、ね、45とか 44の選手もいるぐらい。あんだけお金かかるプロが当然飛距離欲しいはずなのに、 それよりも短めを持つ、安定性を選んでるってことね。ですよ。じゃあ僕らアマチュアってやっぱ、お前やね、それちょっと短く持ちなきゃ。今のちょっと刺さった。それ聞くとね、確かにガゼン短尺ってなりますね、はい、プロですらちょっと飛距離を捨てて安定に振ってると、うんうんうん、ちょっと打ちたくなってきた。そうですよね。じゃあこの UFO Air DD を実際にお二人に知らせていただいて、はい、性能とかも紹介しながらやっていこうと思います。はい、はい、じゃあ打ってみましょう。打ってみましょう。行こう、はい、します。じゃあ純正の S シャフト 43.75 インチで初打ちいきます。お願いします。ちなみにマッツって短尺を打たれたことってあるんですか。バーナーミニの時に一応ちょっと、あれも一応短尺でミニドライバーですけどね、うん、これが本当のファーストインプレッションです、はい、どうですか、構えた感じ。いや、さっき素振りしたけどまず振りやすい。めっちゃ、あとちょっとこの形は打ってから考えますいつも通りでいきます。お、ナイスショー。おー、え、おー、え、そう、え、なんかミス、あれ短尺だから飛距離出ないと思いきや、ヘッドスピード40で240まず飛ばんやろ。すごいな。え、どういうこと。ミート率めっちゃいいですね。バックスピン2600、ミート率めっちゃいい。1球目にして良さ出たやんすごいめっちゃ振りやすいしドシン食ってる。またまたこれ、え、嘘、めっちゃいいやん。これでマッツが使いますっていうのが僕の今日の目的なんでまだ気に入ってませんもう1球いかないと。でも振りやすいん事実やわ。さあどうだ。おーおーおお、ちょっとこすったけど結構飛んでますね。え、曲がらんし、ヘッド、え、ヘッドスピードが40いってない、うん、短いからヘッドスピード落ちるには落ちます、うん、で飛距離は落ちんの237僕も多分そうやと思うんですけど、いかに長いクラブでヘッドスピード出てるけどミートしてないかってことじゃない。確かに、うんうんうん、ミート率だって 1.48 やで。悔しくなってきた予想と違いすぎてマジですごいですね。やらせでも何でもないんやけど。もう一球だけ打っていい。もう一球お願いします。え、まずね、これ1個言っていい。はい。僕らアマチュアって、まあ、男子プロみたいに背高くないやんか、縦スイングができんのよでもこの長さやったら縦スイングができる、うん、だからスイングが綺麗になると思う多分、うん、なるほど。イメージ本当にユーティリティみたいな感覚で、ね、形もね、打てるよね。形もこういう形にしてるんですね。安心感がすごいな。捕まってますね。でもなんか曲がってるわけじゃないですね、うん、そやね、左に打ち出しただけって。確かに、ね、短い分ねじれも少ない、うんうんうん、ミスした時の、うんうん、
ダメージが少ないんだから、うん、いいところに気づいていただいたと思うんですけど、うん、これシャフトも実はちょっと太いんですよ。先端のチップ系、あ、確かにこう太い。これが UFO の DD で、はい、これが一般的なシャフトのシャフトですね。数値でいくと一般的なドライバーが 8.4mm、 UFO の方は 9.5mm、 全然違うね。なのでこの太さによって当然シャフトのねじれも少ないので方向性が良くなる。短いだけじゃないんですよね、シャフトもちゃんと。本当に聞かずに今ねじれないと思った。え、ウッチも売ってないよね。まだ売ってないですこれ紹介してんのにこれすごいかもしれん。普通にちょっと舐めてた。じゃあちょっと僕も売ってみたいと思います、はい、でも確かになんかこれ一応ヘッド体積330、普通のって460とかなんですけど、そうですね、結構数字で見ると小さいんですけど構えてみるとそんなに小さく感じない。安心感あるっちゃ安心感あるし、うん、大きいのが嫌っていう人も多分いいかなっていう感じですよね、うん、振り抜きやすい、振り抜きやすい感じの。ちょ、これがデュアルシェイプクワール言いづらいこれ。ボダッチが噛むほど難しい名前デュアルシェイプクラウンっていうやつらしいです。これによって高いヘッド体積と投影面積の両立を成し得ていると、うんうん、ユーティリティヘッドのような意識でアドレスができるっていう機能があるそうです、うん、なるほど、はい、まさにそんな感じですね。打ってみたいと思います。確かに振り抜きやすい。そう、めっちゃ振り抜きやすいよ。ドライバーって感覚しないですね、うん、多分シャフトの太さって結構あると思う。でも振ってみると別に感じないですよね。なんか太いからなんか硬いとか、うん、そういう感じはしない、うんうん、いいっすね。めっちゃいいと思うこれ。なるほど、普段の距離だんま変わんない、うん、これいいですね。ナイスショー。今ちょっと多分スライス気味やったと思うんですけど、うん、そんなに。だってサイドスピンほぼ36やったらストレートですよね。全く許容範囲内ですね。いいんじゃないですか。もう一球ちなみに今このヘッドの後ろの部分についてユニバーサルウィングっていうものなんですけど、うんうん、この部分がユニバーサルウィングと呼ばれるところですね。ここにウェイト効果があって伸展重心であったりとか重心角が大きくなるっていうのを実現しています。であとこの3つの突起です。エアターピュレーターといいまして、ここが空力の特性を向上させると、空気抵抗をだいたい3割から4割ほど減少させる効果があるんです、はい、っていうのもあって安定性がさらに向上していますっていうのが挙げられるんですね。短いけどヘッドスピード落としすぎないように作られてるよね、はい、そうですね、そういうことですよね、うん、ドライバー2本持ち、いや本当ちょっといいかも。よいしょ。おお。わかんないです。わからんし飛ぶな。意外にしっかりまっすぐ、すごい飛距離もなんか安定してますね。安定してますね、うん、ちなみにこれもう一個実は硬いシャフトも純正でラインナップされてて、ね、打ちたい。アッタスの EZ 高弾道で力強い打球を実現するシャフトということです、はい、こちらはヘッドスピード43以上の方には特におすすめの、ね、ちょっとそこ疑問やね。普段43出るけど、うん、その長さじゃ43出てないからさ今、そこもちょっと検証します。なるほどなるほど、いいですね。ただ重さがしっかり入って、しっかりしてますよね、これユーティリティ用のシャフトなんですよ。チップ系これも太いんで、でこの形やろ。そうです、ユーティリティやと思って打ってくださいさらに短い、これ43.125、すごいな短っ。スプーンですね長さは。マジでいきます。めっちゃ振りやすいんやけど。あ、ちょっと老けた。ええ？あ、3000ないバックスピン。ちょっとやっぱしっかりしてますね。やばい、いいぞこれ。マジでいい。短尺って優しいイメージが先行すぎて柔らかいシャフトが多いイメージ。確かにあるじゃないですか。ちょっとアマチュアとかね、始めたてとか。うん、このシャフト選んでいただいたら全然ヘッドスピード速い方でもそのまま使えちゃう。ちょっと数値出なかったのでもう一球っていいですか。すごい短っ。コスタ、おお、だいぶつかまり抑えられますねこれだとね。え、確かミート率 1.44 はめっちゃ高い。高いですね。高いです。ただヘッドスピードやっぱり少し落ちるんかなっていう40代ですね。まあでも大丈夫です。コース行ったらヘッドスピードとか関係ない、気にして打たない。数字ないしね。数字ないし実際まっすぐ行ってれば、まっすぐ行って235ぐらい行ったらもう理想やもんね。ですよね、うん、実際じゃあちゃんとまんぶりしてどんだけ曲がらないかっていうのを見せてもらっていいですか。
満振りしちゃって、じゃあちょっとこっちのスペックは僕には硬いんで、さっきの S シャフトで純正のシャフトも結構いいんですよね。これしっかり振りに行って曲がらんくてさ、距離出ちゃったらもう、はい、どうしたらいいの。入れてくださいキャディバッグに入れてください有無を言わさずちょっとじゃあ本気の5球を。5球ね、確かに一発やったらあるもんね、うん、連続5球いきます。これちゃんとまっすぐだったらでかいな。ほんまにちゃんと振るよ。もうえ、41.2、おお240、おー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 、フェアウェイです。ついじゃないですか。素晴らしい素晴らしい、1球目素晴らしいです。間違いなし。これティーショットがいい完全安心ですね。いきます。どうだ、おお、サイドスピンないですね。ちょっと距離も安定してるし、慣れて飛距離上がってきた確かにほらミート率 1.4 落ちんもん。左右ブレ 8.9 です。余裕のフェアウェイです。うん、すごい243安定してる。 40.9 で243か、すごいな。やっぱミート率なんやね。すごいですね。短いのってやっぱ芯食うんやな、アマチュアって。あ、こすった。え、いやでも全然やっぱねじれんな。え、ミスせんやん。ミスと思えないぐらい。ちょっとまんぶり足りん、もっと振るミスったって言って 17.7 ヤードってことは、まあギリフェアウェイにはいてるよね。言いますね、うん、ラストラストですか。ラスト1球来たよこれで本当にキープできたらほんまもんですね本気で振るよ。じゃあもう行きましょう。ちょっとこれはビビらず。どうだおお253。え、マジか。ちょっと左行ったけど曲がってはないんですよね。曲がってはない、極端に曲がってるわけじゃないですね。278しかないもんね、サイドスピン。確かに左に打ち出した、まあ、振りにしたって、それでも回転は曲がってない、確かに。すごっ、ミート率といい距離といい、すごいですねこれも。思いっきり振りに行って 42.4 しか出ないっていうのが逆にいい、暴れないっていうかさ、安心感もあるから振っていける。そうそうそう、シャフトのキャパがあったらそれだけリスクあるけど、リスクがないっていう中で振れるっていうのは、でミート率 1.46 やろ。参りましたありがとうございますこれは参りました、マジで。ほんまにすごい、ありがとうございます。もう違う疲れが来たわこんなクラブあんの頭ではいいと思ってても体感してみるとより感じますよ ね、見た目からちょっと否定する人いると思いますけど、正直な意見で言うとね、やっぱ好きになるね、見た目っていつか、結果良かったら好きになるんですよね。そういうことですね、本当にいいクラブならね、ということで皆さん、キャスコの UFO Air DD、ぜひちょっと売ってほしいなと。これ下クラブは2月の28日入荷、発売が3月29日、はい、金曜日の予定だと思います、はい。一応レディースも今回初、そうです。ちょっと青っぽい、メンズはマットの色味なんですけど、ブラウンがですね、長さはちょっと短くなるのかな、43なの で、 あ、ほぼほぼもう一緒ぐらいない、はい。女性の方でもさっきマッツーが言ってたみたいに身長の関係でこう振り切れないとか、縦振りができない、横振りになっちゃうという方なんかには非常にいいです。なるほど。なのでレディースも抑えて、メンズのシャフトも R がまあヘッドスピード大体38ぐらい、 S が42ぐらいで、カスタムシャフトが43以上、46、7ぐらいまでいけると思うんですよ、あの硬さだったら。カスタムとかしなくてもそのままいけちゃうっていう、お、理想的ですね、まさに。しかもお値段、お値段はそう気になってた、そこよ、一生はやめてほしいよ短いからね、純正シャフトで税込みで定価が65,000円。おお、お手頃価格、かなりお財布に優しい、かなり店頭でちょっと安くなると。そうです、店頭でさらに割引と、はい、割引させていただいて、あとキャンペーンもやってます。楽天Dポイント早期購入いただくとポイント15倍、はい、15倍、え、はい、15倍です。15倍、いつも10やん、はい、15倍です。嬉しいな、買える圧倒的にお得なんでカスタムシャフトは5,000円アップです、66,000円って。あ、でも5,000円ない。5,000円、それでも5,000円。いいね。はい。ぜひぜひ検討いただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。次じゃあ短冊を入れて行きましょう。あ、マッツ、あれ。
あ、待って、忘れてましたこれもう最後まで見た人にちょっとラッキーなお話なんですけど、 YouTube 見たって店頭で言ってもらったらさらに2000円引きさせていただきますので、ぜひ使ってください。はい、一応期間限定になりますので、はい、詳しくは概要欄に入っておきます、はい、こちらで、はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。感触はいいぞいいぞ。